にちは。こんにちは。地なし尺八演奏家の青山正明です。僕は、地なし尺八というねこの楽器を吹いています。で、非常にですね自然の竹を切った素朴な楽器ですが、こう自然音豊かな柔らかい音色なので、虫の音色とかね、風のそよぐ音とか、そういったものと非常に調和する、柔らかい音となっています。こんな楽器を吹いています。かぶっていたこれは何ですか？これですか、これ時代劇で見たことありませんか？天蓋と言います。でね、あのここに窓がついてるんですよね。そうで、意外と中から見ると視野が広くて、割と外の世界がよく見えます。本当だ。だけどね、外からは、その虚無僧がどこを見てるかわからないんですよね。虚無僧っていうのは一説によると隠密として活動していたという、話もあって、まあ、これをかぶりながらね、いろいろスパイ活動をしていたなんていう説もありますね。でもその虚無僧っていうのはどういうものだったかっていう、どういうものだったんですか？そうですね、一説っていうことは、そう、まあ武士たちがね、戦国時代が終わって仕事を失ってですね、で浪人となって、で仕事を失った時に、こう虚無僧を吹きながら修行をして、門付けをして暮らしていたという説もあるし、でそれに便乗してね、いろんなならず者たちが集まって、これ被ってると分かんないですからね、偽虚無僧なんかも現れたりとか、あんまりね文献が残ってないので謎が多い人たちではあるんですよね。そう、こちら謎の存在なんですね。そうなんですよ、そこが面白いですよね。そこがロマンがあって面白いところですね。でも虚無僧にとってこの虚無僧尺八っていうのはこうセットになってると思うんですけど、それはどういう意味合いがあるんですか？そうですね、これはですね、この水仙といってですね、で吹きながら、こう自分の呼吸を練っていったりとか、その、まあ、瞑想の境地ですね、禅の境地、禅の修行していたと言われています。じゃあ禅とか瞑想とか、そういう吹きながら歩いて瞑想するとか、そういう修行の、楽器というか、工具なんですよね、一応。だからね、僕たちはこう師匠に教わってるんですけれども、奥田敦也先生というね、先生に教わってるんですが、法畜とも言うんですよね、法律の方に、法具の方。へえ、そう、すごい。じゃあ仏教ともつながりがあるんですね。仏教ともつながってますね。あ、そうか、虚無僧ですもんね。そう、一応そうなんですよね。あとね、最近はこう海外で非常にあの愛好家が増えていて、日本では吹いてる人がだんだん少なくなってるんですけど、海外の方で逆にね、最近熱心に吹かれてる方が増えております。そのマインドフルネスっていうか、こう瞑想的なものと、こう東洋の、禅的なものと、こうあとミステリアスな存在っていうのもいいですよね。そうですね、神秘を感じてるかもしれないですね。そうですよね。あと竹をこれが切ったままのものだっていうんですけど、近くで見せてもらってもいいですか？はい、こういうこの、ね、根っこのところがかっこいいですよね。ね、ほんとブツブツってなってて、そう、これはあれなんですね、根っこをこうカットして、そうですね、こういう年輪みたいになってるんですね。自分たちでね、竹を毎年掘りに行ってるんですけど、根っこがすごく深いんですよね。で、根っこを掘るのが大変で、あのかなり深く掘って引っこ抜いて、そして、こうカットして、で竹はね、あの根っこでこう全部、そうなんです、地下ですごいつながってるって言いますもんね。そうそう、だから藪全体で一つの生命体なんですよね。竹藪に行くとすごくね、植物のこう神秘を感じますね。なんかあの竹の花も咲く時あるんですよね。あります。なんか一説によるとね、80年から100年に一度竹の花が咲くと藪が枯れてしまうそうなんです。竹の花って見たことないですよね。あります。なんかね、あるの、米粒みたいな、実際はないんですけど写真で見たことありますけどね、米粒みたいなちっちゃな白い花ですね。でそれが咲くと、そう、藪が枯れちゃう。藪が枯れちゃうの。そう、そしてまた再生するんですけどね。あ、でもこう、なんていうか式年遷宮じゃないけど、こう始まって終わってっていう大きなね、サイクルの中にあるわけですね。
でそれをこう楽器にしてっていうのはすごい素敵ですよね。そう、自然と非常に、ね、なんかこう人間が、うん、まあ手は少しは加えてるけど、うん、そのままのねものってね素敵ですよね。もうこのね物質文明がもうそろそろ終わりになってきてるんで、うん、ねえ、そうですよね。こう精神的な ね、 精神的なね霊的な時代にいいですね。そうなんです。この、ね、その入り口に非常にいい楽器なので、うん、この楽器をね、うん、広めたいと思ってますので、ねね、そうですね。世界の人にもね、はい、なんか聞いてもらいたいです ね、 ね、うん、というわけでね YouTube チャンネル始めましたのでぜひこれからも見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。